おはようございます、ペイです。今日はね、もう朝早くにナギの散歩は行って、今はこれから京都にあるキャンピングカービルダーさんのところに向かってます。まあ購入してね、3週間弱ぐらい経つんですけども、今日はね、そのキャンピングカーの外の収納ボックスと室内の収納棚とかの採寸をしたいなと思って向かってます。まあ言ってもね、納車されるのは1ヶ月ちょっと先なんで、まだまだ先なんですけどね。でもまあちょっとそこまで待ってるのも退屈なんで、まあその前にちょっとできることをしたいなと思って、で採寸しとけばどんなものを購入できるかとかっていうのが決められるんで、まあ今日ね行こうと思ってます。まああとはね、久しぶりに購入したキャンピングカーを見たいっていうのがあって向かってるんですけどね。まあ今日はね、別に乗って帰れるわけでもないんですけども、まあそんな採寸してる模様とかをお届けしたいと思います。それでは本日もよろしくお願いします。京都の出口に着きましたね。ちょっと眠たかったな。めっちゃ眠たかった。あ、それでは高速降ります。ちょっと眠かったですけどね、今回は着きましたね。バンテック京都店さんです。よいしょ、どれかな、あれかな。よいしょ、おー、たくさんありますね。相変わらずいい眺めどこに止めるかな。この車が購入するポルトリーニングなんですけど、これからこういう収納の部分とかの外回りと中の収納部分を測っていきたいと思います。計画的に収納していかないとダメかなと思ってるんですけどね。じゃあ次は室内の収納ボックスの寸法測ります。おお、中は涼しい、めっちゃ涼しい。よいしょよいしょ、おお久しぶり久しぶりに乗りましたね、うん、あ、やっぱり広いな、うん、いい感じ。おお、めっちゃクーラー効いてる。で、隣で、ナギは運転席に座ってる。中はめっちゃ天国みたいに涼しい。外めっちゃ暑いですけどね、今日も。ああ、じゃあ測っていきます。一応ね、今知りたかった収納スペースの大体の寸法を測れました。まあでも実際にやっぱり使わないと分かんない、イメージ分かんないもんですね。なんかとりあえず測りに行ったら、なんか使えるものとかって大体イメージ湧いてくるかなと思ったんですけど、逆になんか何入れようかなとかで、なんかどうしたらいいんやろ。でも棚とかでもなんか100均とかでもっとなんか足していかないと、どういったらいいのか、突っ張り棒とかなんかああいうのでこう仕切りっていうんですかね、のを作っていかないとダメかなと思って、なんか初めねガサッと入れるんかなと思ってたんですけど、ちょっと違いましたね。なんかかなりこうちょっとなんかこんなとこでもね、なんかこのままこう入れ、まあ、ここをこのまま入れてもいいかもしれないか。でもなんかキッチンの周りとかやっぱりちょっと細々したものを入れたいんで、やっぱり何かこう仕切りみたいなのがいりますね。なんかそれのための寸法として考えていかないと
だからこのままガサッと使うっていう、このままの状態で使うっていう感じじゃないんでしょうね多分。ちょっともう全然わかる、わかんないな。やっぱり経験していかないとわからないですね本当に。こうな、一番奥からちょうどここまでで190ありますね。おお、190もあるんか。横幅はこの窓のところからこの窓のところで、ここに段があるんですけど、まあ、そこの一番広いところで185ありますね。私身長170、まあちょっと縮んで4ぐらいですかね。この辺か。うん、ちょっと頭、うん、ここに手出したらもう全然出ちゃいますけど、普通に寝る分には全然もちろん余裕ですね。でまあこういう風に斜めに寝ようかなと思ってます。まあ斜めに寝ると、まあ、こんな感じなんですけど、こうなったらね結構ねなんか普通に家のベッドみたいな感じに寝れるんで、まあ今思ってるのは一人はバンクベッドで、一人はこの下のダイネットのところで。よいしょ、はあ、めっちゃ落ち着きますね。すごいすごいな、やっぱり車の中にいるっていう感じじゃないな、ほんまに家やな。さあ、じゃあ次はここをベッド展開にしてここの寸法を測りたいと思います。まあ大体は分かるんで、まあ、分からなかったら担当の方に聞きますけど、多分これをちょっとね上げて、でとこれを足をちょっと下に引いてから向こうにして、ね、ちょっとそっちから見えないと思うんですけどね。でこれを多分外すんだと、あれ外れない、これでいいかな。あ、外れましたね。よいしょ、ちょっと怖いですね、潰しそうで。でこれをどっちからでもいいのかな、なんかこっちからかな。ちょっともうめっちゃぎこちないですけどね、多分これでですね。でさて次はどれだ、これかな、これかな。絶対わかんない、説明聞いてんからわかんないですけど、多分これこれかな、こう合ってる、合ってんのかな、やばいな、これやな。よいしょ、これをあれもう一個どれや、こう、これは多分合ってるけど、まあ、この辺に入ってるんちゃうかな。あ、これやな、下に入ってますね。よいしょ、これやこれや。よいしょ、これを外して、でよいしょ、ここですね。で、これどうすんねや。あれ、これはいらんのか。違うよな。まあいいか。で、で、よいしょ、こんな硬い。で、これがこれでベッドですね。なんかちょっとめちゃもたつきますけどね。慣れたら早くできるでしょう。中に足突っ込んだらこんな感じか。まあでもやっぱりちょっと斜めに寝たい感じかな。俺もちょっと寸法測ってみよう。よいしょ、ちょうどねこの部分のところがナギのスペースにしたいんですよね。だからここはねどうするかなと思って、だからこう下にちょっとビニール地のものを一度かぶせてから上にタオルケットみたいなものをこうかぶせて敷いておこうかなと思ってるんですけど、まあおしっことかねもうしないと思うんですけど、まあ履いちゃったりとかねした時に染みちゃったら困るなと思って、まあちょっとまあビニール地みたいなのをこう敷いた方がいいかなと思ってますね。でそのね寸法が知りたかったんで、特に今日ねこれが一番知りたかったんですけどね。89、ここまでが
187ぐらいありますね。187 140 今ね、一応全体の採寸が終わったんですけど、やっぱりすごいですね。なんか家やなと思って本当にだからなんか、まあ、使い込んでいってやっとこう分かるっていう感じですかね。なんかもうキャンピングカーも初めてだっていうのもあるんですけど、まあなんか未知の世界っていうか、本当に家ごと動いていくっていう風にね言われる方が多いんですけど、本当に家ごと動いていくって、まあそう思ってたんですけど、まあ実際ねこの車を運転して旅に出るんだなと思ったら、本当家ごとワンルームマンションごと動いていくみたいな感じですよね。なんか使い方とかも全くわからないだけにめっちゃワクワクしますね。なんかどんなんなんのかなと思ったり、本当になんかねどこでも行けるっていう、まあ、この車4駆なんで、まあ、スタッドレス履いたら冬場でもね雪道でも全然大丈夫だと思うんで、もう本当ねどこでも行けんじゃないかなと思って、でクーラーとヒーターもついてますから、普段はジムニーに乗ってるんですけど、ジムニーはもう冬なんかね、冬車中泊したことあるんですけどね、寒い中でもう死にますよ本当。顔なんかこの辺はね寝袋に入ってればいいんですけど、顔が凍るんですよ本当に。マイナスのとことかでやったら、あこれ死ぬなとかって思って、だからねこのキャンピングカーだったらまずあったかいし、もう全然心配ないでしょうね。まあ9月にね納車される予定なんですけど、そしたらそこからね、まあ秋はね紅葉見に行って、で冬は雪山、まあ雪山行かなくてもいいかなと思うんですけど、雪深いところでね車中泊して、で朝の景色なんかすごい最高に綺麗なんじゃないかなと思ってて、すごい楽しみですね、本当に楽しみ。まあ支払いはね恐ろしいですけどね本当に。でもねやっぱこの大きい窓とかが、まあ、自分の夢を膨らませてくれますね本当に。